エビバリシェゲナベイベーアロハエビバリシェゲナベイベーアロハエビバリシェゲナベイベーアロハイエス初心者です。エビバリシェゲナベイベーアロハいやいや、ゆかりさん、はい、色っぽいゆかりさん、なんかの色っぽいとか、なんかのちょっとなんか飲み会でちょっと酔ってる人みたいな感じでしたね。ちょっとさっき浅井飲んだんで、浅井で言っちゃいました。はい、じゃあですね、今日は無理くりじゃなくてゆかりさんに、エビバリシェゲナベイ言わしてみました。いやいやいや、はい、ゆかりさん、あの久しぶりの登場ありがとうございます。すいません、はい、でですね、ケンさん、ゆかりさん、はい、今日でですね、2021年3月23日火曜日、今日で今系ハワイ、昨年の4月1日から配信し始めまして、357日目を迎えました。おめでとうございます。おすごいですね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はですね、その長年ずっと続けているとなかなか苦労するという話をゆかりさんにぜひしていただきたいなと思いまして、はい、でゆかりさんを呼んだっていうか、ゆかりさんをゲストでお迎えしてます。はい、じゃあケイさん、やっぱりウクレレ企画なんで最初にウクレレやりましょう。そうですね、はい、はい、じゃあ今日もですね、ケイさん、これはじゃあプペルの、あ、煙突町のプペルをみんなで弾いてみましょう。はい、もうケイさん一押しですね、最近ね。そうですね、そうですね、はい、毎週やってますからね。はい、ということでやりましょう。ね、出だしだけの感じでね。はい、出だしだけの感じで。これ長い曲なんでね。はい、はい、じゃあ学芸家形式で皆さん立ってみましょうか。はい、じゃあコードの方一応説明しますね。はい、最初の方に出てくるコード、はい、全部で4つあります。はい、はい、C ですね。はい、C はいつもの最初は C。はい、はい、はい、で次が F。はい、F は2本の指。はい、F ですね。はい、で G7 は今健さんが大得意の G7。はいはい、そうですね。で G6、D G6 は、はい、いやー、人差し指を、はいはい、ですね。はい、はい、という感じです。そうですね。あの、ちなみにですね、なんか C から G6 に行く時の指の運びを健さんお願いします。C から G6、あ、はい、最初に行く時ですね。そうです。はい、C はこうですね。はい、で G6 2本空いてますんで。はい、なるほど。やっぱさっきからおかしいなと思ってますよ、ケンさん。はい、1、2ですね。あ、本当ですね。はい、本当はね、はい、1、2の方がいいかも。そうなんですよ。それで G6 と G7 がもし関連しているとしたら、はい、あのこの2、3でいいんですよね。そうですね。というふうにちょっと、はい、本当は、はい、C から G6 に移るときは、はい、これはいいんですけど、はい、今度 G6 の後が F なんで、はい、一度2番で押さえてたらちょっとこうあってなる、はい、スイッチって感じになっちゃう、はい、でこのままこうやってたら、はい、あ、こっちの方がいいですね、やっぱりね。いや、わかんないんですけど、はい、こんなところで時間取って、はい、すいません。いや、大丈夫です。はい、なんかつまの話がいっぱいあるのに、いつもね、いつもね、簡単にしようと思ってる今現ですね。横着しようっていうかね、はい、それではね、やっぱりこれは2と3でここを押さえた方がわかりましたいいですね。はい、了解です。はい、はい、じゃあ頑張りましょう。はい、はい、この流れがいいんで、どっちがいいか、はい、皆さんは決めてください。適当に、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあいきますね、はい、じゃあこれ3拍子の曲なんで、はい、1にアクセント、1いきますよ、そろそろ1、2の、はい、ハロウィンの夜 G6 やってきた、体がゴミのし、ゴミに踏んで、ちょっと早かったかな、煙突町は G6 はギちゃんと映して見せたかったな、みんな。結構ちゃんと弾き直したよね。そうですね、弾き直したですね。やりましたね。いや、はい、ということでゆかりさん置いてけぼりですね。はい、置いてけぼり。練習が足りなかったですか。はい、足りてないです。はい、じゃあですね、今日せっかくゆかりさん来ていただいて、あのトークに入る前ですね、今県ハワイを見てる方から質問がありました。はい、ケンさんのこの T シャツと、はい、このウクレレの並びが違うので非常に気になるということですね。じゃあ、はい、あのじゃあ奥山県ちょっと手伝ってください。入っていきましょうか。はい、いや、ケンさん、まずあのちょっと検証しましょうよ。このこれが違うのが気になるんですか。まずブルーがここ一番右ですね。
ブルーありますね。ブルーは、はい、これですか。ブルー一番右ですね。はい、はい、いきました。はい、次は何色でしょう、ケイさん。はい、緑ですね。緑ですね。緑が2番目です、ですね、右側ね。それ持ってました。茶色は出てこない。茶色は、はい。はい、で、ケイさん、こっち向いてください。はい。はい、次、黄色ですね。黄色ですか、はい、あ、黄色ここですね。はい。黄色合ってましたね。はい、はい、次、オレンジが来ます。オレンジ。オレンジですね。はい。オレンジはここですね。はい。すごいですね。やっぱりこの方が気持ちいいですかね。いや、そうすると多分あれなんですか、T シャツもセットで売れるんじゃないですかね。自然な柄ですからね、はい、これはね。で、赤が来ると。あー、素晴らしい、イエーイ。すごいですね。なんかこれでなんか今系ハワイの視聴者の方でスッキリしたっていう方がいるかもしれませんね。そうですね。はい、はい、じゃあスッキリされた記念にですね、はい、はい、ハワネットケンさんのグッズ販売サイトから、はい、この T シャツ買ってもらいましょう。そうですね。T シャツ売ってますもんね。そうですね。はい。はい、ということで、はい、じゃあゆかりさん、今日よろしくお願いします。お願いします。はい、なんか弾丸のように仕切ってますね、けどね。はい、今日なんですけど、ゆかりさんと奥岩県が話したら面白いんじゃないかという話もありましたですね。何のコーナーなんですか、ちょっと待って。いや、もう台本なしにやるのが面白いんですよね、ケイさんね。そうですね。はい。はい、はい、じゃあどうぞ。2人の対談、対談っていうか、対談っていうか、2人の会談がいいんじゃないですか。怖い話。会談、会談、会談、はい、会談って怖いやつ、はい、怖いやつですか。怖い話とか、怖いんですけど、例えばゆかりさんが、毎日毎日、サンセットとサンライズを撮ってるじゃないですか。はい、はい、で、今日サンセットを撮ろうと暗いうちに起きてみたら、うん、なんかすごい映っちゃいけないものがカメラに映ってたとか、例えばですよ。全くないです、ね、全くないですか。わかりますか。私本当に何にも怖いもの、はい、見たことない、はい、怖いものなしなんですね。すごいですね。はい、怖いものなしなのかな。そういう怖いものじゃなくてね、はい、見たことあるんですか。はい、いや、僕はないですね。はい、なんか私結構、ね、奥山健さんはあるんですか。普通に普通にいるって感じですよね。そうです。なんかこういう話をずっと聞かされてるんですけど、なんか4歳ぐらいの時に普通になんかほら人がいっぱい集まって、昔ほら座敷とかでみんなで飲んだりする席あるじゃないですか、はいはいはい、飲んだり食べたり、はい、したらなんか普通に誰かと喋ってたらしいんですけど、なんか親戚のおじさんがトコトコってきて、はい、誰と喋ってんだって言って、お前は見えるのかって言われたんでしょ。そうです。そうです。おじが母の弟なんですけど、はいはい、まあもう他界してるんですけど、はい、言われて、はい、見えるよ見えよっていうか、はい、分からなかったですよ、見えよって、はい、今ちょっとおじいちゃんが喋ってるから、はい、誰って、えっていう、はい、いるから喋ってるんだけど、そのおじさんはもしかして自分見えてたりとか。そうです、そうだったんですよ。だからお前あれが見えてるのかって確かめたんですか。そうだったんです。おじさん見えてたんだ。そこぐらいまで鳥肌立ちましたね。この辺まで。それからなんかいろんなことをおじいに教えてもらったり、はい、なんか普通にだからそう本当可愛がってもらいました。見える人の不自由さが分かるんですね。なるほど。おお、やっぱ同じ人が見えてたんですか。じゃあそうです、同じ。多分ね、見え方は違うと思うんですよ。それぞれ人によって見え方が違うと思うんで、ぼんやり見える人もいれば、はっきり見える人もいるし、いろいろあると思うので。次元が違うものを見てるわけだから、ちょっと見え方も違ったりするんですね。そうです、持ってる自分の周波数も違うじゃないですか。すごいですね、周波数ですね。エネルギーの周波数ってちょっと反応してます。数値、はい、全然周波数はありますよね、みんなね。その数波数は見たことないんでしょ。でも見たことないけれどもありますよ。あるんですか。ありますか。その持ってますよ、ね。そう、オーラの色が違うとか、うん、オーラのパワーが違うと一緒ですよ。うん、カメハメハーって。あ、そうです、そうです。それはもうで、うん、もうここで見えますよ。いや、ケンさんは多分今ね、オーラっていう聞いてね、オラって言ってね、多分孫悟空思い出したね。そうじゃない。あ、違うんですか。違うんですか。違うんですか。だからカメハメハーもなんかこう電気じゃないですか。そうです。なるほど。はい。ね。はい、そうなのかなと思って、はい、オラって悟空いうオラですか。オラですね、はい、お知ってますね、はい、すごい、何にも知らない、はい、僕はあまりないですけどね。今日なんかロサンゼルスに来た、ロサンゼルスに引っ越してからこう子供ができて、こう子供がテレビを見るようになって、でオラっていう風にこうなんかよく言うキャラクターのアニメがあるんですよ。それね、ドラって言うんですけど、メキシコの女の子なんですけど、でオラセニョリータとかって言うじゃないですか。あ、言いますね。そのオラとかって言って、でオラってこう
子供がテレビ見てたのにオラって聞こえてパッと見て悟空かなと思っていつも見てたんですけどね。全然そのまま、かわいいお父さんですね。全然作り気話ですよこれ。いや違いますよ。どこまでそじゃあ作り話じゃない話ですか。もう奥山家に昔もうなんか幽霊見えたとかって言われて、それで周波数がって言われて、僕が思わず言ったのがそれ AM、FM って言ってるんですけど。でもまあ、幽霊は見えなくても、はい、自分のオーラって割と簡単に分かります。またなんか新しいこと出てきたね。黒いところ、はい、黒い壁とか、はい、白もいいんですけど、はい、これ黒い黒の方が分かりやすい。黒い壁黒壁でこれ黒 T シャツなんですけどね。はい、黒のところに手をこう当てます、はい、そして 3D アートありますよね、はい、トリックアート、あれ見るときって、はいはい、ぼーっとこう 焦点を合わせないと見えるじゃないですか。より目にさせるんですよね、はい、そのように自分の手を見てください。真っ暗な暗い壁のところに手を当てて、はい、そしてそうすると、はい、手の周りに白い、人によっては白とか黒のふわーんとした見えるんですよ。でそれを手をこうやると残像が見えますから、手をこうやって動かすともっと色は見えてるわけじゃない。私ね、白は見えるんですよ。私それがオーラですよ。でも、もちろんふんわりとしかなくて、なんかふわーってもっと見えるのかなと思ったら、見える人はすごい、すっごく大きく見えるんですよ、ね。何通りもあるでしょ。エーテル体とかいろいろあって、かぶってるオーラの。じゃあゆかりさんがライブでよくこうやってやってこうやってやっているのはあれはオーラ見てるんですか。何言ったんだこれ。オーラってどういうこと。こう見てる。ゆかりさん気づいてないですか。ゆかりさんのライブの時にゆかりさんがほらこうやって電話をこうやってやるじゃないですか。電話やってこう皆さんのコメントとか見るじゃないですか。でその時のや 見てる感じのこう動きしてみてください。こうやって、いや、ここにじゃあ携帯があります。携帯があります。はい、でこの携帯を見るとき、はい、こうやって、はい、いや、そうじゃないですよゆかりさん、こう微妙なこういう動きがねしてる。すごいですよ。だから多分携帯はこの辺にあって、多分ジン呼んでるんだと思いますよ。そうはい、それが踊ってるみたいな。そうだね、ゆかりさんダンスがなかなかいいんですよね。私そっか、あなれだ、じゃあこう読みながらこうやってるんだ。そう、知らない人、何人来たかなっていうのを多分チェックするときにこうやってるのが踊ってる、はい、それが今、まあ、今圭さんのツボにハマったんだ。そうなんですよ、すごいですよ、いやそれでほら前回とかね、ほらゆかりさんのこの動きがあって、それ見たいときはあれですか、あれですかって、ゆかりさんの何インスタライブに見に行ったら残ってたりするんですか。残ってますよね、アーカイブ、ね、でも私がこうなってるのを撮ってないですよ。あるかどうか、ないないで、誰かが撮ってないと私の姿は撮れない。あれね、多分ね、お店でね、商品紹介する時の動きなんですよね。そう最初のスタートに、そうですはい、近づいていて、こうなんかやってる時の動きが、あれはね、本当にほら、カメラってここじゃないですか、はい、ここのところとか見たりしてるから、こうやってこうやって見てるってことですよね、はい、多分けどこうやってダンスみたい、こういう話になっちゃったからってゆかりさんがもう動かなくなった瞬間に多分ね、僕はね、見られる率が低く下がると思いますよ。はい、なるほど、いや私踊ってんだ、じゃあ。あれが何からかで、ね、よくてね、皆さんそれで和んで、思わずこう買っちゃうんですよね、きっとね。いや、はい、やっぱケンさん、テレフォンショッピングはゆかりさんを見習うしかないですね。そうですね、違うんです、はい、ちょっと僕参考にします。踊ってください面白いんですけど、ずっと見てるじゃないですか、はい、で見てくださってるんですか、はい、いや、ありがとうございます。最初はもちろんダンスなんですけど、私のツボはね、ちょっとこれ取り替えてきますねとか、はい、着替えに行くんですよ、商品というのは。その時に大体ガラッチャガッチャとか言ってたの。なんかを倒したりとか、音が聞こえるんですよ。おちょこちょいなんですよ。今かまれちゃったとか、何も映ってないんですよ。お店の中しか映ってないんですけど。ドリフみたいな感じ。そう、姿が見えないんですけど、そこでガラガッチャガッチャ音がするから、それがもう私も初ツボなんですよ。今度毎回毎回。戻ってくるときに、こう、バケツが上から落ちてくるとか。たらいとかですね。やってください。懐かしいな。今では受けないやつですよね。昔すごく受けたけど。いや、受けないのかな。今、ガシそうとか言いそうですよね。あー、そうか。角が当たって領域になったらどうすんだって。そう苦情殺到コメントに。昔面白かったですね、そうね。そうですね、いや、今日のゆかりさんのゲストやばいですね。なんで？なんか自分が入れないからずっとカメラマンになってて、なんかちょっと寂しかったですね。やってくださいって。珍しいですね。いや、ちょっと最近ちょっと喋るのを控えようかなと思って。嘘ですけど、はい、いやもう今日せっかくねゆかりさんに来ていただいてですね、僕がずっとこうね、もう本当1年近くこう毎日やってるってことの大変さをね、だってゆかりさんもだって朝と夕方必ずやってるでしょ。
必ずというか、はい、寝坊もよくしました。いやまあそれはね触れちゃダメですね。最近でも雨多くないですか？多いですね。雨の時どうしてます？雨の時は傘さしたりとか、はいはい、あとなんか雨の時も濡れてそのままなんか、はい、ワイキビーチ誰もいなくても絶叫したりしてて、はい、多分なんかあの普通に撮影風景を見られるとあいつ頭おかしいんじゃないかと思われちゃったら嫌だなと思ってるんですけどね。でも分かる気がする、はいはい、でも雨だと今日でも雨降ったんですよ、サンライズの時に。でも、最近寒いじゃないですか、はい、だからあのレインコート着ていくんですよ、はい、だからよかった。全然今日はすっごい綺麗だったんですよ、はい、そしたら、はい、私ダイヤモンドヘッドのところでやってたんですけど、はい、そしたらいきなりうわーって降ってきて、うん、カッパ着ててよかったみたいな、みんなベチベチだったんですよ周りの人。じゃあ来週ぐらいからミューズカイルア店にはこうレインコートが並んだりするんですか？ない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 ですか？ないですか？なんか海外の人使わないでしょうね。いやだから日本からね来てね、あのでゆかさんがまたこうやってやってあのレインコート紹介する。あの時のレインコートくださいとか。そうですね。はい、ないだろうね。ね。それも私のレインコートあの無印の無地の、はい、無地のレインコート。あ無地ですか？そうなんです、ね。無地のレインコートだったら結構なんか調子良さそうというか性能良さそうですよね。なんかね、はい、チェックのやつで、はい、まあ、ずっとでもあれ7年前に帰った時に買ってきたやつなんですけど、はい、それがすっごい重宝してます。なんかでもハワイって本当にいつ何時雨が降るかわかんないから、はい、私も常にカバンの中には折りたたみの傘とあります、はい、なるほど。カバンはないですけど、はい、傘絶対入れてます、はい、あの僕が持ってる折りたたみの傘なんですけど5年ぐらい前にアメリカのセブンイレブンなんとですね雨ばっか降るっていうシアトルのセブンイレブンがあるんですけど買ったんですよ。偶然なんか別にセブンイレブンで買おうと思ったんですけど偶然セブンイレブンが近かったんですけど、うん、セブンイレブンってあのほらアメリカのセブンイレブンって日本のセブンイレブンが買収してるじゃないですか。だからそこで売ってる傘だからきっと品質いいんだろうなと思って買ったらですね、うん、なんと未だに使えてるんですよね。あすごい。だからなんかはい、はいはい、アメリカのセブンイレブンってアメリカ全土の？そうですよ。えハワイだけじゃなくて？いや違いますよ、アメリカ全部のセブンイレブンを買ったんですよ。すごいですね。それは結構早いで早いうちに買ってますね。セブンアイホールディングスとかいうところですよね。そうです。えだからあの歴史から言うと結構いろいろ長いじゃないですか、伊藤洋華堂とセブンイレブンのつながりとか。あ勉強になりました。で去年なんかあれですよ、コロナ禍でいろいろ業績が悪くなったスピードウェイって言って、うん、アメリカ本土に行くと、うん、でっかいトラックのトレーラーとかが、うん、なんですかガソリン入れれるぐらい トレーラーがなんか10台ぐらい並べるぐらいの巨大なあのガソリンスタンドがあるんですよ、はいはい、でスピードウェイって言うんですけど、はい、あそことかだってセブンイレブン買収しちゃいましたからね。えそうです。あのコンビニのコンビニって要するにあのあれじゃないですか、一箇所その地区の周りに何箇所こうやってお店があって、はい、でデリバリーを起こしてくじゃないですか本部から。はいはいはい。それの効率の良さを求めたらやっぱ店舗を増やした方がいいっていうことで、それでセブンイレブンがスピードウェイをこう買ったとかっていう、はい、いきなりもこういう話になりましたね。すごいよく知ってらっしゃる。いやいやいや実はこう見えて、はい、なんか喋り方と笑い方はなんかって感じなんですけど、実はそういうこともちゃんと知っているという、はい、そこが落としどころなんですけどね。すごいですね、はい、いいですね、頼りになりますね。いやいや笑ってるよ。どうなんですかね、どっちが頼りになってるんですかね、奥山県ね。お互いじゃないですか、ね、ないものがそれぞれ。僕がかなりお世話になってますけどね。ああ、はい、ねですよね、はい、多分奥山県がいないとまず朝起きらんないですね。はい、ずっと寝てますからね基本的にね。こうずっと寝れますよね。本当しなくちがち、はい、いや僕ですね。そうなんだ、ずっと寝てるでしょ。あでずっと寝てる、寝てる人なんですよ。寝てる、私は寝ないタイプ。寝ないケンさんは？僕は朝早いタイプです。あその代わり夜眠気に弱いタイプです。なるほど。何時に寝るんですか？じゃあ今ね10時ぐらいになったら眠くなってくるんで、おそらく11時にはもう結構力尽きて、うん、ということですよケンさん。時差を考えると日本の皆さんの午後6時にはケンさん寝る可能性が高いですよね。そうです、はい、そうです、はい。そんな時にケンさんの作った動画でウクレレ買おうかなと思っていきなり質問がバンバン来ちゃったりしたらあれですね。そうですね、はい、だからその場合僕は朝5時ぐらいに起きれるんじゃないですか、ね、4時とか、ね、そうすると皆さん12時ですね。12時とか11時とかに、はい、あのメッセージを見る、はい、それやっぱあれですかケンさん、深夜番組の深夜枠であの物を売ったりショッピング番組を深夜に持っていくと購買率が上がるという確率でやっぱやってるんですかね、それね。おーそういうのがあるんですか、はい、なんかねやっぱ夜中だとねなんか人間判断力が鈍るんでポチってやっちゃうらしいです、じゃあ朝早く起きてライブやればいいですか。そうですね、そうですね。いいかも、はい、ホーネットケンさん
はい、ウクレレパパのウクレレネットショッピングって感じです、はい、もうだからゆかりさんの隣でサンライズやりながら早朝入れて、はい、早朝ショッピングってことですか、はい、ハワイ早朝のハワイ早朝だから、はい、そうですね、もうじゃあ2人でもなんか、ね、サンライズでこうなんかウクレレ弾いてるしかないですよね、はい、サンライズから始まって僕に振ってもらえますか、はい、まあ、中継、中継みたいな感じですか、はい、ということで、じゃあ、これからウクレレのショッピング時間は朝早くなるということで、はあ、はい、検討いたします、はい、はい、ということで、じゃあウクレレレッスンはけどやっぱりいつもの時間がいいですね、そうですね、はい、はい、今計算起きれないからね、起きれないですかね、はい、いやけど結構ね最高でですね、どのぐらい寝たことあるかな、48時間ぐらい平気で寝れるよね、寝れますね、2日間ってこと、丸2日間、なんか全然起きないんですか、自分でなんか昏睡状態になってんじゃないかぐらい寝れますね、なんか、若いですね、でもよく寝る状態っていうでしょ、あ、そうですね、そうですねってよく言います、2日間寝たことはないけど、はい、寝ていいですよって言われたら多分ずっと寝てると思います、はい、ね、実はね、この間ね、実はこれ、ね、誘っていただいたのに私が寝坊していやね、それは言わないしようと思ったんですけどね、言ってください、もう僕ゆかりさんの方がきっと時間通りに来るかなと思って、そこのシェラトンの前でずーっと立ってたんですよね、あれ1ヶ月前でしたっけ、1ヶ月ぐらいどうですかね、はい、忘れた頃にまたお会いしてますね、はい、はい、でも病気じゃないかと思ってね、メッセージね、そうそうね、はい、寝てたというびっくりしましたね、けどなんかそういう時ってほら、すいませんって何々してましたって言い訳をする人いるじゃないですか、こう嘘じゃないですけど、だって寝てるところに電話があって目覚ましのようにってなって、もう頭真っ白ですよ、はい、何起こってんの、うん、ってなって、あ、うん、寝坊しましたって言って分かったっていう、うん、いやけどそのね、なんか寝坊しましたっていう潔さがなんかすごい、なんか、ね、なんかね、ちょっと良かったですね、嘘つけないですよそんなの、はい、ね、いや今系もよく昔寝坊して会社遅れたりしてましたからね、それはやったことないですけど、はい、いやそれ結構あったんですよね、本当に寝坊したのがすっごいショックでっていうか、びっくりしちゃって、へ、うん、ってなって、はい、本当いつもなんか行く先にはちょっと早めに行くか、はい、それかこの間ね、ちょっと遅れそうな時は今行け、ちょっとあと何分で行けないんですとかっていう電話をする人なんですけど、はい、やっちゃったからびっくりして、疲れてたんですよ、はい、今ね、はい、って感じでね、いやいや全然、はい、大丈夫ですよ、はい、僕なんか年次やってます、はい、うっそ、やらないタイプでしょ、やるタイプ、本当ですか、先週も一回やりましたよ、今朝やるタイプ、うん、やるタイプ、うん、お店が開いてない時は時々会いました、うん、あれ11時から開いて開くのに真っ暗系なんて、で飛行機に乗りに行った日にち間違えてたりとかね、あもう行ったらもう出ちゃってたりとかね、そっちの結構よくやるそれ出ちゃってるっていうのは、あ、遅刻ってことですか、それとも時間を全く間違えて行ってる、時間を全く間違えてそれはなんかやりそうそうなんだ、ですね、なるほどですよね、手巻さんに同意を求めてる、はい、僕も飛行機は結構やりますね、ね、はい、あれ痛いですよね、痛いですね、なんかよく空港の入り口で車とかって混むじゃないですか、まあ、ロサンゼルスで乗り遅れが一番多いんですけど、あそこすっげえ混むんですよ、そういうやつですか、そうです、でなんかロサンゼルスでこうやってうーって言って、あーダメだーと思ってパッて上見たら自分が乗るような飛行機が飛んでたみたいな、そういう時があれかなーとか言って、あれかなーって感じで、本当うわーすごい、なんかああいう時面白いですね、本当ね、なんか時間を自分のものにしてやろうみたいな感じで、なんかこのまま行って3分後にあそこに着いてチェックインしてからレンタカー返しに行くのやばいなとか、レンタカー返しに行ってから行くともっとやばいなとか、こういろいろ考えたりして、どうやって迷うと大変ですね、そうですね、結局だからそう考えてるうちにもう全然遅れてるんですよね、はい、へいつもそうですよね、ね、はい、そうなんですか、いつもそうですね、はい、私はそういうタイプじゃないので、はい、それで喧嘩になっちゃう時があります、私はもう30分前だとか、うん、とにかく早めに、うん、逆に早すぎてそれは迷惑なのっていうタイプなので本当は、だけど一緒にいると合わせなきゃいけないとイライラしてイライラするストレスになっちゃうんですよね、うちはもう全員で遅れるそうなんですか、実際によくてもいいですね、それはそれで楽しいですよね、楽しい、海外旅行行く時も、はい、パスポートでちょっと話違うけど、はい、すれ違いちょっとパスポートをみんなでこう持っとこうってなるじゃないですか、誰か代表で持っとこう、はい、
誰にするかっていうのもむっちゃもう決まらない。へえ。そう、じゃあ俺が持ってやるよっつってみんなの分をこう集まってこうやってこう5つ持って全員の分を直そうとしまおうとすると、はい、みんなでどこにしまうかもうみんなこう地球目をこんなに俺がどこに回すかみんなで見てる。何見てんだよ思いますね。え、みんなほらそういう時間とか、僕がどこにしまった、どうなくさないかとか、こう頼んだみんなが僕が心配みたいな。じゃあ一人一人持てればいいんじゃない。だからお前持てよって言ったら、よいよいよいよって。ダチョウクラブ。ダチョウクラブ。面白い。面白いですね。時間と日にちとそういうの。楽しそうだな。あれです。すごいですよね。ケイさんとこ5人家族ですもんね。そうですね。はいはい。本当にそれが幸せなことなんですよね。はい、生きてて一番幸せなことでそういうそういう笑いが。何気ない本当に笑いが。お金持ちになるのは幸せじゃないですかね。その瞬間が本当に幸せだと思いますよ。これも5人家族が幸せって言ったから。じゃあじゃあもうその家族とのわけわかんない絡みで笑ってるから。ああ。幸せの何もじゃない何もでもない。なるほど。なんかけどハワイでよく見かけたのが旦那さんがなんか奥さんにこう押し付けるというか、うん、なんか道が分かんないとかっていうと、うん、なんかお前聞いてこいよみたいな言う旦那さんとかたまに見かけたりしたことありますよね。あ、それ日本人旅行者とか日本人の家族、まあ、ちょっとこういうこと言っていいのか分かんないですけど日本人の家族の方とかね、家族の方やっぱ多いですよね。でなぜかというと多分ね旦那さんがね英語喋れないから奥さんに英語で頑張ってこいって言ってる気がしてるんですけど、でも今の若い子は男の子の方はやりますよ、はい、男の子は荷物持つし、うん、もうあれやってこれやってって手術なんて女の子じゃないですか。すごいですね。でも、はい、もうねお客様とか見ててもそうなんですけどハワイに来る男性の方は、うん、ほとんど優しい優しい優しいの本当に。なるほど。だってねハワイってどっちかっていうと男性の方ってあんまりほら行けたりとかなんか買い物したりっていうとこってないじゃないですか。それでもここそうそれでも一緒に来てくださって、まあ、カップルなりご夫婦なりでも、はい、やっぱりそれを分かって一緒に来てくれてるからやっぱり優しいんですよ。なんかお買い物してる時もほとんど、まあ、たまにちょっとうんっていう方もいらっしゃるけど、うん、ほとんどの方が一緒にこう楽しんでお買い物してくれてるっていうのが、ほら、うちってねやっぱりちょっと女性のものとかが多いじゃないですか。そうですね。その中でもやっぱり、あとはまあ自分がそんな風になっちゃうんだったら行ってこいみたいな感じで行ってもらって、自分はちゃんと時間を潰してくるとかね。なるほど。すっごい優しいんだ。だからハワイに来るねカップルの方は男の方は優しい。そうかもしれない。うん、ビクトリアシークレットも一緒に。あ、そう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 。スタジオさん一緒に入って普通に選んでますよ。カップルで夫婦で。だからやっぱり優しい。うん、なるほど。じゃあケンさん頑張りましょう。優しくなりましょう。はい。いや僕も含めてなんですけどね。はい、え、二人優しいじゃないですか。うん、まあ優しい。私見ました。認めちゃってる。こんなところいいですよね。うん、面白い。ケンさん笑いました。はいはい。幸せそうだもんいつも。そう。本当に。そうですね。そうなの本当に。だってお店とかに行ってらっしゃっても。いや意外と僕らねネガティブですよね。いや僕はネガティブなんですけどね。意外とね。僕はね結構ね。そんなことないですよね。いや結構筋金入れなんですよ。筋金入れネガティブですよ。本当ですか。はい。はい。大変ですよ、その穴に入ったら出てくるちょっとね、そうですね、いくら磯を越えてやっても出てくるなんかね、石橋を叩いて渡るとか表現あるじゃないですか、はい、僕だから昔は、最近買ってきましたけど石橋を叩いて渡るほどの石橋だったら最初から石橋の近くに行かなきゃいいんじゃないかと思っちゃうことですね。おもうだから結構だからそういう危険なところに行かないみたいな、はい、そして石橋叩いて渡ったら怒っちゃうんですよそのまま、うん石橋を叩いて壊すってそう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 ですね、はい、壊れちゃうはいけど結構なんか無謀なとこもあってやっぱり何回もこの中で今県ハワイの中で話してて全然詳しいこと言わないから多分皆さんやきもきしてると思うんですけど銃口を向けられたことはいっぱいあるんですよね。で生きてますからね。 LA でですね。 LA ですね。1回なんてあれですよ、ちょっと検査持ってもらっていいですか。はい、こうやって自分の車が壊れちゃったから、うん、会社の共同の車があったんですよ、はい、でその会社の共同の車を取りに行って空港の近くロサンゼルス空港の近くだったんですけどもともとやっぱ治安が悪いんですよね。で夜中なんですけど、はい、僕がこうやって
車のハンドルを持ちながらエンジンかけたからなんですけど、あ、なんか忘れ物したかなオフィスにとかこうやって考えてたら、カチャッと音がしたんですよ。でカチャッと音がして、車があの古いなんかキャデラックだったから中がこんな広いんですよね。でカチャッと音が遥か彼方から聞こえたぐらいに気感じして、ふってみたら助手席のドアがカチャッって開けられてて、助手席のドアとこう隙間がカチャッと開けた人のこう隙間があるじゃないですか。だからこう僕がじゃあいきなりその犯人になってしますよね。カチャッて開いてドアがこうやって見えて、そしたら体がこうやって見えたら左手に銃持ってたんですよ。でカチャッて開いてここに銃持ってるから、このままこうやって行かれたら僕ホールドアップですよね。でやべえと思ってエンジンかかせたから、あのこういうシフトだったんですけど、ガコンって入れてドライブバーンっていってすごい急迫したんですよ。そしたら西部警察って覚えてますよ。ああ懐かしい。西部警察みたいにドアにこうやってそいつ捕まってんですよ。怖い。でドアがドア開けたまま走り出すと、多分経験ある人は言ってますけど、ドアがこうバッタンバッタンになるんですよ。人がぶら下がってると。で直角コーナーがあるんですよそこ。でまっすぐ行ったらジャッキー・ザ・ボックスじゃなくてあのカールズ・ジュニアに突っ込んじゃうんですけど、そこをですねいつもはこうやって減速して普通に回るじゃないですか。なのにその時だけはベタ踏みでフル加速したようにキューって曲がれるんですよね、そういう時って人間ね。かっこいい。でキューって曲がって、あのバックミラードアバーンってその衝撃で縛ったんですよ、曲がったから。すごい。してバックミラー見たら後ろに人がこうやってコロ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 って動かす。おー。でそれすっげービビって、もうすごいずっと震えながらこう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 って運転して、はい、っていうのが一番最初に銃口向けられた事件ですね。はい、映画みたいですね、はい、一応だからこうやって皆さんに説明しやすくこうやってやってみたんですけどね、はい、すごい、はい、素晴らしい、はい、ということでゆかりさんコメントお願いします。じゃあ何ですか、何のコメント、はい、LA で俳優だったんですか。今の演技についてのコメントかなと思って。あ、ありがとうございます。はい、危ない。いやけどびっくりしましたね、あの時はね。はい、でも結局、はい、持ってるんですよね。だから守られてるんですよ、そういうのでも。やっぱりこう逃げられるっていうのは持ってるから。どうなんすかね。いやいや、そうです。だって持ってなかったら撃たれちゃってると思いますよ。それか何か取られてるとか。交通事故もね結構あってて、あ、そうそう、でちゃんと生きてるんですよ。でしょ。だから守られてる。横からトラックに突っ込まれて、まあ、そう、ね、トラック事件とかね。あとバイクでなんかコーナー曲がりきれなくて、もう本当にノンブレーキでコーナーぶっ飛んで時があったんですけど、その時もいきなり道外れた瞬間に草むらだったんですけど、バイクがそこでガーって引っかかって自分はパーンって飛んだんですよ。空本当スーパーマンみたいな感じで、こういう感じで。そしたらその時に飛んでる自分がいるんですけど、走馬灯のようにこう人生がこう蘇るって回るってじゃないですか。本当によく言いますよね。いや違うんですよ、それで回んなかったから飛びながらあー俺死なないんだと思って。そんなに空間があったんですか。飛びましたね。スローモーションみたいに見えるらしいですね、はい、それ、はい、そう、確かに、ね、はい、あるある。でそしてこうやって飛んだじゃないですか。こうやって、あるんだね、飛んだんですけど、飛んでわかんないですけど着地して、でうえーって言ってこうなんか寝ちゃってたんですよ。でうえーって言ってこうやって体を起こして、いてーと思ってこうやって体を起こしたら、この辺にこんなもう手のひらぐらいあるでっかい雲がいたんですよ。あのほら黄色と、あー、はいはい、なんかいるでしょよく、ランチラみたいなやつ。そうでこうやってこうやって起きて、へーって言って見たら、ここにこうやって雲がいたから、うわ雲だーと思って、その雲で気絶してるの。はい、どうしたの、誰か助けてくれたの。そしてそれでそこの草むらからこうやってはって出たんですよ。あ、ケンさんまたカメラいいですか、はいはい、こうやってはって出て道まで張って出て、うーっと起きたらここにビューって車が来てると思って、その車がいつもその時一緒になんか海行ってる先輩の車が、先輩も遅刻してたんですよ。へー。で大丈夫かお前とか、何張ってんの道でって言われて、俺笑えないんですけど、そうすれば大笑いしてて、でいや今こけましたっつって、こっち側はすっごい綺麗なんですよ。でこっち側が服ビリビリで泥だらけで、もう血だらけになってるんですよ。でよくなんかほらこうやって半分こうやって分かれて機械だみたいな人いるじゃないですか。そうなってていません、そういう人、まあ、機械だみたいな人違う、こっちだこっちだ。で
こっち側が大丈夫だったんですよ。で学校に遅刻してってクラスに入るときに後ろのドアから入るんですけど、うん、僕の席は後ろのドアから入ったら皆さんがこうやって座ってるじゃないですか、うん、でこうやって回ってって自分の席が一番向こうの窓側だったんですよ、はい、でみんな勉強っていうか授業始まってる時にガチャッとドア開けて、あすいません遅くなりましたってこうやって行く時にはみんなこうここ綺麗な今気を見てるんですよ。こっちだこっちだ、ね、そうこっちだ、ね、こっちだね。でこうやってやってこうやってやって回って自分の席に着いて座った瞬間に後ろのやつがどうしたのその力って話になって授業が中断になって僕はすいませんって言ってこう先生にごめんなさいって言った瞬間に暗くそれで倒れて倒れてっていうのが一番最初のバイクで大事故っていうか大こけした時です。ああ、はい、高専ですからね。高専ですからね。行きますよね皆さん。はい、はい、なんかあの時はね、え、何ですか？それもLAですか？いや違う、それはね、それはあの千葉ですね。日本でそれはちょっとみんなびっくりするよね。はい、いや結構ぶっ飛びましたねあの時ね。えじゃあ日本でも俳優さんされたんですか？いやいやしてないですね。はい。はいはい、ありがとうございます。いやいやいや、もしそれが LA だったら何の番組ですかって言おうと思ったんですけどね。LA ではないですけどハワイでもバイクでこけで骨折ありましたね。いやー、はい、すごい、いろいろやってますねよく考えたらね。だからいろいろやってるのに救われてるっていうのはやっぱり守られてるんですよね。いやどうなんですかね、けどやっぱり皆さんにやっぱ一言忠告っていうかね、もしパニックに落ちた時に走馬灯が回らなかったら大丈夫ですよっていう。走馬灯が回るとダメって感じ？多分そうです。ああそうですね。回らなかったんですよねあの時ね。すごい、まあ、皆さんありますよ、はい、ないですか？私、うん、私でも痛い思いをしたことはないけれども、私実は病院に集中治療室に 1ヶ月いました。すごいですね。やっちゃったんですよこの脳。何したんですか？やっちゃったんです。やっちゃったんですか？なんかわかんないけど私は覚えてないんです。だからほら血管ポーンっていう、ああ筋膜瘤なんとかをハワイでやったんです。6年前。おハワイで1ヶ月集中治療室行ったら、もともとその光景があったの？全然なかったです。なんかでも私の場合でも遺伝みたいですね。おじいちゃんの妹とかもそうだったとかいうか遺伝みたいです。いやこっちで1ヶ月って、ね、その治療費を考えちゃいますよ。すごいですよね。すごいですよね。でもその時はやっぱりちゃんとね、今でもそうですけど保険があったから保険でカバーされてっていうので、だから観光の皆さんも必ず保険に入ってきてください、はい、本当にこれ大事ですよ。そうですよね、うん、海外障害保険ね。すごい。だから 1ヶ月集中治療室で手術もしてますよね、はい、日本円にしてアメリカってほらどん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 ビルが来るじゃないですか、はいはい、それをバーって後から計算したら、えゼロ1個間違えてねみたいな感じで、すごいですよね。4000万円ぐらい多分総額。すごいですね。でも実際に私が払ったのは多分5000ドルも払ってないと思います。あだから保険は本当に入ってきてください。すごいですね、はい、もうじゃあ4000万円ライブと名付けましょう、ゆかりさんのライブね。そうね、はい、いやでもね、だからそういった感じで、はい、でも痛い思いはしてないから、はい、だからそういう事故とかはないですね。あなるほど。変な人にも会ったことはない。4000万円のこう請求書が来たら痛いですよね、すごいね。でもどん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 ほら紙って送られていくじゃないですか、見るってこっちで。そうですね。それを計算していって、はい、あの後で見たらそれだったっていう、うん、っていう感じで。そうですね、感じです。はい、それぐらい。もう今日もですねすごい長丁場になってますね。ただですね、こう笑いながら見ていただいている方はきっとこれで面白いなと思ってあれかもしれませんけどね、この笑いが嫌いな人はもう離脱してるかもしれませんね。そうですね、はいはい。じゃあやっぱあの今県が空飛んだぐらいからやばかったんですかね。はいはい、はい、大丈夫でしょう全然。はい、ということでどう締めましょうか、奥今県さん。え、はい、終わるタイミングを失っていた。ひな壇役なんだよ。ひな壇役ですか、はい、はい、じゃあどうしましょうか、岩井さん。どうします、何ですか。じゃあ締めましょうか。締めましょうか。はいでねって。はい、じゃあですね、はい、じゃあ今日最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much! 笑わせてくれないね。
Thank you so much. マハロシェキナベイベー。Thank you so much. マハロシェキナベイベー。Yes. またシェキナベイベー。はい、皆さん健康には気をつけてください。バイ。